はい、えー、どうも、ね、皆さんこっちはいしです。ということで、今回は、えー、楽天がね、えー、残留を発表しました、クリス・ギッテン選手について、えー、ちょっと振り返っていこうという回になります。あ、まあ、と言いましてもですね、ギッテン選手はですね、今季21試合の出場にとどまりまして、えー、確か出場最初の試合で怪我したんじゃなかったでしたっけええー、と、そうですね、最初に出場した試合で怪我をして、えー、いきなり抹う その後全治3ヶ月ということで、まあ、試合シーズン終盤にね、えー、終盤というか中盤から合流したんですけども、えー、結果的にはまあ21試合74打席の出場で2割4分2厘、ノー出塁3割6分5厘、長打率2割7分4厘の OPS6 割3分9厘ということで、ホームランも0本ということで、ね、まあ、正直ね、この数字だけ見ると、まあ、有機リス。 勇気でスは勝手にアメリカに帰っちゃったんであれなんですけど、まあねあのー、残留させる意味があるのかっていう話になってくると思うんですけど、まあ、そんなギッテン選手なんですけどね、まあ、一応ツーベースも2本長打、うん、として一応打ってますけど、まあ、ギッテン選手ね、あのー、結構ねただ打球速度が速いっていうねその殺人的打球速度なんて。 えー、言ったか言わないか、なんかプロスピーカーなんかの説明にあったような、なんかとにかく打球速度の速さに定評がある選手なんですけども、まあ、とりあえずメジャーリーグでね、えー、多少出場して、1本塁打ということなんですが、まあ、あの本当にマイナーリーグでのね出場も、インターナショナルリーグが、ねえー、ちょろっとあるだけなんで、まだ若くて、まあ、将来の可能性がね、えー、非常にある選手なんで、まあ、それも残留は納得かなと思います。 特にギッテン選手はね、まあ、マイナーリーグでもそうですけど、メジャーリーグでもコンスタントにフォアボールを選ぶんですよね。まあ、これだけね、マイナーでの実績もちょっと浅くて、まだ若い選手なんですけど、メジャーリーグたった44打席の出場ですが、その中でしっかりフォアボールを選べているっていうね、まあ、そこの選球眼の良さっていうのも素晴らしいですし、まあ、日本球界に来てもね、えー、その選球眼が生かされてます。もちろん三振の多さでね、ちょっと荒い部分もありますけど、 BBK で言うとね、えー、0.44なんで、まあ許容範囲内かなと。フォアボール選んでるからまあいいかなと。実際2022年のね、日本球界では全くボール球を振りません。そしてゾーン内の球はあんまりスイングかけないんで。えー、非常にね、こう、慎重なバッティングでフォアボールを選ぼうという意思が感じられます。えー、彼のコンタクト能力っていうのはね、決して高いものではありません。あのー、コンタクトという部分では三振も多いですし、 あの非常に粗さもあるんですけど、その部分を、ね、補ってあまりあるこの選球眼ですね、まあ、村上選手も実際そうなんですよ、村上選手も決してコンタクトは良くないんですよね、ただ、その分、ボールをしっかり選ぶからこそ、フォアボールが増えて、しっかり塁に出れるっていうところなんですよね、だからその選球眼があのコ、コンタクトの悪さという弱点を選球眼で補うことができる打者だということができると思います。 でね本当にゴロが多いんですけど、これも彼の打球の上がらなさですよね上がらなさなんですけど、非常に打球速度速いんですけども、だから打球、あのね上がらないんですけど、とにかくこの打球の速さっていう部分でいうと、ギッテン選手は、まあああのある程度、その日本球界でもそのイメージを残してたかなと。ハードヒットの割合も実際54%っていうね えすごいですよ。まあもちろん打席数が少ないんで、もうちょっと打席数を重ねると、ハードヒットの割合もね、落ち着いてくると思いますけど、とはいえね、あのー、少ない出場機会で70打席余りしかない中で、ハードヒットの割合が半分以上を占めるっていうね、まあ、この痛烈な打球、まあその日本球界に来ても、もちろん0本塁打に終わりましたけど、 彼の持ち味が全く発揮されてなかったというわけではないむしろ彼は彼なりにその打席70打席余りの中で自分のできるプレー最大限の強みっていうのを発揮してたんですよねだからもちろん打席数がね増えれば、えー、自然にホームランも出てただろうというのがまあ僕の予想なんですけどラインドライブ率も18.9%ということでね、まあ、非常に、えー、打球の鋭さに定評があるので 今後ね、あのー、来年、えー、残留すればです、残留してね、あ,のー、ある程度怪我することなく、まあ、これが大事なんですけど、怪我なく一軍に帯同し続ければ、えー、必ずやね、えー、結果を残すだろうと、えー、僕は信じてます。あとはね、えーまあ、守備面に関してはね、ちょっと56イニングしか戻ってないんですけど、一応守備面も一応プラス。 ということになってますが、はい。で、前回の、去年のね、僕のギッテン選手の成績予想なんですけど、打率2割4分8厘、出塁率3割6分4厘、超打率4割8分7厘の OPS、8割5分1厘という予想でした。ホームランは22本ということでねあ、あんまりホームラン多くないけど、これは打球が鋭いバッターだから、その、あんまりホームランにならないんだよねっていう、打球に角度がつきにくいタイプだから。 その分、打球速度が速いから、ツ、ま、ー、あ、ベース多いよみたいな。足は遅いけど、ツーベースは多いよっていう。まあ、そんな予想だったんですけど、まあ、僕の予想とね、見比べてみるとですね、ま,あ、まずフォアボール率、僕の予想14.8%で、実際ね、今年残した成績が14.86%ということで、まあ、打席数が少ないとはいえね、えー、非常に近い数字を出せたかなと。で、三振率がね、現実の方がちょっと多かったなっていう。もっと もっと三振してきましたね。現実だと三振率4割超えなんで、あそこはね、ちょっとまあ読み違えたかなと思う部分ではありますけど、まあ、僕の予想が BBK0.51 で、実際には0.44なんで、まあでも割と近い値は出せたように思います。打率もね、えー、2割4分2厘で、僕の予想が2割4分8厘。出塁率でいうと、僕の予想3割6分4厘の、えー、現実だと3割6分5厘。出塁率なんかね、 かなり近い値を出すことができました。まあ、長打が出なかったのはね、非常に残念なんですけども、まあ、これはね、もうちょっと打席数を重ねていけばね、彼、もともとね、その、長打力っていう部分ではある程度ね、こう、ある程度のパワーはあるわけで、で、まあインターナショナルリーグとかも WA ではね、無双してるレベル、パワーは非常にあるんで、まあ、それがね、日本球界ではなかなか、メジャーリーグでもなかなか出なかったですけど、まあ日本球界でもね、打席数は少ないんで、で、 まあ今年はね2年目ということで、ある程度日本球界にも適応してきていると思いますし、まあ、必ずね、えー、成績を上げてくるはずだと僕は思ってます。ます、あ。そういうことでね、えーまあ、全体にまあ見てきましたけどね、まあ、あのキッテン選手を、ね、残留させるっていうのは結構いい判断だったんじゃないかなと思いますね。あのもちろんね数字だけで見ると、まあ、表面の、ね、数字だけ見てると、まあ、あんまり良くない。 というかなんか普通にね、助っ人外国人ガチャ回した方がいいんじゃないかって思うんですけど、まあ、年齢的な若さとか、あと細かい部分のスタッツ見ていくと、まあ全然、あのー、可能性のあるタイプのバッターだと思います。で、ただね、彼はやっぱり、あのー、打球が上がらないタイプで、まあ、閉冊22ってなってますけど、足が遅い上にゴロを打ってしまうタイプのバッターなんで、閉冊がかなりあの多くなってしまうとは思うんですよね。 あのその辺もね、ちょっとまあ、なんか、閉、ま、冊、あ、はしょうがないと思うんで、あれなんですけど、まあ、ファン的にはちょっとも,もどかしい部分はあるかもしれませんが、まあ、でも全体的に見るとね、えー、出塁能力が高くて、えー、長打力がある右のバッターということで、えー、期待できるんじゃないかなという感じですね。はいまあ、僕はあの去年の予想でも、マルモレホス選手に関しては、ちょっと荒さがすごく目立って、 あのマイナーでは無双してるけど、NPB では厳しいんじゃないみたいな、すごい極端なバッターだったんですよ、マルモレホース選手はあのー。マイナーで無双して、で上では空っきしっていう、しかもある程度その、経験を重ねてるっていうね、まあ、ある意味ギッテン選手は本当にあの経験が浅い選手なんで,で、メジャーでの出場機会もすごい少ないですし、あのー、日本球界に、ね、来るのが早かった選手なんで、伸びしろも大きいと思います。マルモレホース選手が、ね、切られてしまっったのはやっぱり あの結構経験を重ねてメジャーリーグでもそれなりに試合に出てある程度、何回か試合に出してもらっていてでマイナーではどんだけ無双しても上では打てないっていう、ね、ことをずっと続けてたタイプのバッターなんでやっぱ日本球界でもいまいち、えー、適合しなかったというか、まあ、ちょっと粗さの部分が、ね、気になってきた部分があってやっぱりちょっと厳しいだろうというところで、ね、切られてしまったのかなという感じですね。 まあ、とにかく来年はフランコ選手も入ることですし、あのー、非常に強力な、ね、右のバッターが入ってくるので、まあ、あの楽天は左バッターの育成っていう部分では、ね、結構定評がある、あのー、球団だと思いますんで、あので、ー、フランコ選手と合わせ,合わせて浅、ねまあ、村選手含め、まあ、右の強打者が、ねえー、並ぶような状態になると、うん、結構チーム的にはバランスが取れて面白いことになるんじゃないかなみたいな風に思ったり思わなかったりみたいな感じですね。 はいまあ、最終的に総、ね、じ、まあ、て、あのー、ギッテン選手はすごい応援してます、はい、頑張ってほしいというか、こういうタイプのバッターが、ね、日本球界でどういう成績を残すのかっていうのはすごく気になっているので、えー、来年は、ね、怪我することなく1軍に帯同して、えー、しっかりとーチームのために、ねえー、結果を残していただきたいと思ってます。はい 来年、来年の、えー、だからね、ギッテン選手の来年の成績予想、えー、去年と同じです。はい。去年というか、今年のやつと同じです。まあ、ギッテン選手のやっぱ期待値的には2割4分8人にホームラン22本。OPS 8割5分ぐらいだろうという予想は変わりませんので、えー、お願いします。ということで、そんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ。